金メダル候補、桃田賢斗が韓国の選手に敗れ、1次リーグ敗退の大波乱、自分でもどうしていいか分からずということで、東京オリンピックバドミントン28日、武蔵野森総合スポーツプラザ、男子シングルの1次リーグで世界ランク1位の桃田賢斗、NTT 東日本は、世界38位の韓国に15対21、19対21のストレートで、1対1勝1敗の2位で1次リーグを終戦と、2戦全勝の黄が首位で突破し、桃田は1次リーグでオリンピックから姿を消す、まさかの結末となったと。桃田は第1ゲームから相手の強打に手を焼き、6点差で落としたと。第2ゲームはリードして11点に到達したが、終盤は競り負けたと。桃田は当時世界ランク2位だった16年リオオリンピックで金メダル候補として期待されていたが、自身の違法の賭博問題で出場できなかったですね。今大会は恩返しという大会として位置づけて、初のオリンピックを迎えていたと。昨年1月にはマレーシアの遠征中に交通事故で、右目を骨折して、シャトルが二重に見える症状が出て手術したんですね。一時はもう頑張ったし、やりきったからいいじゃないかと、現役の引退を考えた中で、気持ちを立て直して前戻ったと。世界ランク1位で臨んだ今大会、優勝候補として全ての選手から警戒される存在の苦しさもあったと。伸び伸びとプレーする世界38位の勢いの前に、桃田のオリンピック制覇の道はついえたと。桃田賢斗、試合の入りは良かったけど途中から引いてしまったと。そこのメンタルの持ち方が、自信を持てずプレーできなかった。相手の流れを止めることを、止められなくなって、自分でもどうしていいか分からず、1ゲーム目が終わってしまって、その流れのまま、相手にいい勢いのままプレーされて、最後まで苦しい展開だったと。悔いはないかと、言われたら、そうではないけど、このコートに立つまでいろんな人に支えてもらった。悔しかったですけど、やりきったなと思うと、コメントしてますね。これね、残念ですもんね。まあ、あの大事故からね、復活して、世界ランク1位になって、それだけでもね、十分ね、称賛されるべきだと思いますし、まあ、今回はね、お疲れ様でしたということで、まあ、世界ランク1位ということなんで、完全にね、相手側から研究されていたんじゃないかなと。そして、本人もね、プレッシャーというかね、少し、緊張していたのかなと思いますけども、まあ、完全復活して、オリンピックでプレーがね、見れたのはね、本当に良かったなと、思いますし、リオからのね、5年間ですかね、いろいろありましたけども、この負けもね、きっと何かのね、糧になるかと思うんですよね。本当に、ね、悔しいですけどもね。瀬戸選手だとか、その内村選手だとか、大阪選手について、桃田選手までっていうことで、まあ、それだけね、金メダル確率とかね、言われていた選手が実際に金を取るっていうのがね、本当に難しいんだなと、思いますしね、逆に、評判通りの金メダルを取って、しまうことのね、すごさが、わかるというね、ニュースでした。ということで、本日のニュースためになったって方、チャンネル登録、高評価お願いします。では次のニュースでお会いしましょう。それでは、さようなら。